皆さん、ジャャパン・ンンルルネネサンスにようこそ。本本チャンネルは日本文化最高を目的とした放送番組です。民主主義は最も優れた政治制度と言われていますがこの頃の政治状況を見ていると修復政治と言わざるを得ない民衆の総意に依拠するということは民衆の知的レベルが低ければその政治もそれに合わせた愚かなものになることは自明の理です。 フランス革命の混乱はその典型ではないでしょうか。政治は知識レベルが高ければ高いほど、国は良くなる可能性は高い。そうした観点から言えば、民主主義は最善の制度ではなく、改善の余地があることは明らかです。ここでは、画面に示す長谷川美智子先生の著書を参考にして、まず民主主義の問題点を明らかにしてみたいと思います。 ランス革命によってその存在理由を得たデモクラシーはそれに対する疑惑が広がる中オーストラリア皇太子の暗殺から起こった誰もをしない戦争第一次世界大戦へと導いたこの戦争は新聞にあられた民衆の熱狂によって引き起こされたまた軍国主義の台頭もあったことも事実である産業革命による近代兵器の誕生飛行機戦車動画製器など そうしたた武器を使にかしそれを強行したのはナショナリズムでありあの革命にいた民衆の熱狂があの850万人という死者を出す大戦争を引き起こしたのである第一大戦はまさに対等するデモクラシーナショナリズムそれを後押しする近代化された軍隊が対立し覇権主義の中で引き起こされた。イデデオロギーーがデモクラシーの中で渦巻き そのをを勝ち取っって、狂った戦争へと民衆を盛り込んだ。産業革命に端を発し大きく成長した資本主義は中世ヨーロッパの文化を破壊し王政キリスト教といった規制概念を突き崩し合理主義モダニズムデモクラシーに基づく平民社会を生み出したこれを進歩というのであろうか。 敗戦したドイツ帝国はワイマール・デモクラシーと呼ばれる平和憲法を制定し多くの戦争賠償金を課せられたベルサイユ体制の下議会制民主主義による平和国家へと移行したしかしそのあまりにも多額な賠償金ゆえに第二次大戦へと向かったという歴史解釈は正しくないだろう実際は民主主義を守るための大戦という連合国側が掲げる知的欺瞞と 悪ドイツという構図に耐えられなくなったドイツ国民の憤満、ニヒリズムが湧き上がってまたまたフランス革命同様の大きな民衆の熱狂となっている巻きヒトラーを生み第二次大戦という民主主義の大洪水へと向かっていったというのが事実ではなかったのだろうか世界的な民主憲法によるワイマール体制のもと生まれたヒトラー政権は最もデモクラシー的な政権であった。 ヒットラーが1926年ラインランドに進駐した時ドイツ国民の98%がこれを支持したのである。長谷川氏は曰く第一大戦の時国王は民主の熱狂を抑えきれず戦争に突入し敗戦した内陣大戦においてはそれを抑えるのではなく煽りだせた言うならば堤防を爆破し民主主義の大洪水を引き起こしたのである人はこれをナチズムまたはファシズムと呼ぶしかしその正体は フランス革命以来一貫して変わらぬ抑制のいかないデモクラシーに他ならないロシア革命はフランス革命に基づいたロシアにおける実習であるロシア国民を先導しデモクラシーをあおり一部民衆を奏で雇って暴力革命を実行したその裏で暗躍したのは一体誰か現在こうした輩が国際的なマフィアであることが明らかになりつつあるなぜなら先導化されて一部の民衆はユダヤ系ウクライナ人であり 指揮ししたたた革命ののほとんどが郊外外かからら侵入したユダヤ系の外国人であったからでああっる。倒れていない WTC 第7ビルがもう崩れていると報道する BBCBBC もやつらの仲間であったのである一体報道の自由とは嘘を伝える自由も含まれているのか我々はマスメディアを信じてはいけない彼らはフランス革命以来国際的マフィアのための扇動の道具になり果てているのだ。 いやそのために設けられていると言っていい我々を守るのは民主主義ではない正確には言,言論報道の自由であるそれを可能とするのは変更した民衆の情報インフラではなく公共の情報プラットフォームであることは間違いない次回の解説をお楽しみにではさようならチャンネル登録よろしく。